はい、どうもこんにちは、マキです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらね、里芋になります。里芋の跡地で育てられる野菜っていうところでご説明していきたいと思います。皆さんね、そろそろね、もうね、里芋を収穫して、もう食べてるよってね、方も多いかなと思います。場合によってはこれから収穫をして、いただいていこうよってね、方もいらっしゃるかなと思います。今日はですね、そんな里芋の跡地ですね、もうね、寒くはなってきて、なかなか育てられる野菜が少なくなってきているかなと思います。ただ、この時期でもですね、野菜ですね、収穫できられる、育てられる野菜もね、ありますので、今日はですね、どんな野菜が育てられて、どんな野菜は育てられないのかですね、そういったところをご説明していきたいと思います。この動画を見ることによって育てられる野菜ですね、あとは育てられない野菜ですね、そういったところが分かるようになりますので、よければね、参考にしてみてください。はい、初心者の方でも分かりやすく説明していきたいと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。マッキーチャンネル。はい、ではね、早速説明していこうかなというふうに思います。まずはですね、育てられる野菜についてね、説明していきます。まあ、結論から言ってしまいますと、ほうれん草であったり小松菜であったり春菊とかですね、そういう葉物野菜系のものはですね、里芋を栽培した跡地では良かったりします。これはね、土壌の肥料がですね、まだね、里芋収穫後には、残酢がね、残っています。里芋は9月とかにも追肥をして、やっていますので、追肥したものがね、まだね、残っているんですね。なので、こういったね、残ったところでですね、里芋の跡地にそういった葉物野菜を育てていけば十分ね、育てていきます。あとはですね、葉物野菜系は比較的、連作障害ですね、里芋はですね、芋系の植物になりますもんね、葉物系とはね、全くね、品種が違います。なので、蚊がね、違いますので、連作障害でね、病気になる危険性も少なくなります。その他でですね、草刈りとか雑草を利用した堆肥とかもですね、作ってあげるのもいいかなってね、思います。はい、こちらはほうれん草のね、ものになります。ほうれん草をですね、育てるときにアルカリ性寄りの土がいいんですね。なので有機石灰とか苦土石灰をちょっとね、入れて、それで、ほうれん草を育てる場合はやっていくといいです。そうしますと、このようにですね、しっかりとね、霜にもね、負けないでね、元気よく育っていきます。これからね、寒くなるので、全部ね、野菜はトンネル状にして育てていくとね、いいんですけれども、大体そうですね、2ヶ月ぐらいですね、そのぐらいあれば、今の時期からでもほうれん草をね、トンネルをかけて、ビニールとかをして暖かくしてあげるとよかったりします。はい。そして次はね、この春菊ですね、春菊になります。春菊も寒さにはね、比較的強かったりはしますけれども、はい、こんな風にですね、等間隔に種をまいていくといいです。春菊は発芽率がちょっとね、落ちるんですね、悪いんですね。なので、たくさんね、種をまいて育ってきたらね、小さいものはサラダにしていただいて、やることもできますし、大きくなりましたら、お鍋に入れたりとかね、ごまの醤油味噌は和えみたいなね、感じでもいただくことがね、できますので、結構ね、美味しい、春菊で、ね、なりますので、おすすめになるかなって思います。そして次はですね、小松菜ですね。小松菜もね、結構、栄養が良くて、カルシウムとかもね、いっぱいね、含んでいまして、健康野菜になります。これもたくさんね、種をまいて、初めのうちは間引きをして、小さいものはね、サラダとしていただいて、そして大きくなっていけば、スープとかですね、お味噌汁とかですね、おひたしとか、いろんなね、調理方法があったりしますので、家庭にあってね、困らない野菜の一つかなってね、思います。なので、このね、ものもですね、まあ、トンネル作って、ビニールね、引いて、暖かい環境にして育てていくとね、よかったりします。はい。はい。そして次にですね、育ててはいけない野菜について説明していきたいと思います。まあ、次はですね、人参とかですね、はい、そういう、あと大根とかですね、そういったものはあまり良くないかなって思います。っていうのも、里芋、土の中になっている植物になります。その土の中になっていた植物で、また土の中にですね、野菜を育ててしまいますと、線虫というね、細かいね、虫ですね、がつきやすくなってしまって、綺麗な野菜が育たないということがあったりします。
なので、ね、特に人参とかですね、大きく被害が起きやすかったりとかしますので、こういうね根菜類系の野菜は育てたい方が良かったりします。あとはね、やっぱり土の中にですね、根菜類を育てると窒素、リン、カリっていうね、肥料があるんですけれども、カリっていう成分がですね、どんどんね使われちゃうんですね。そうすると土の中のバランスも、肥料バランスも崩れてしまって、ね、次のまた野菜もうまく育てられないってねこともあったりしますので、そういったところでですね、ちょっと計画的に育てていくと良かったりします。そして、人参になるんですけれども、こんな感じでね、人参ね、取れます。そして、この人参はね、綺麗に育っているんですけれども、場合によってはね、根こぶ線虫がついちゃうと、人参の部分、こぶみたいな感じで、ちょっと変形した状態のような人参ができちゃうんですね。なので、そういったところがないようにするために、この里芋の跡地では、人参はね、育てない方がいいです。まあ、人参はね、春にもね、収穫できますので、まあ、暖かくなった来年ですね、2月とか3月ぐらいに種まきをして育てると、春先、そして春過ぎた梅雨の前ぐらいですね、そのぐらいにかけて収穫ができます。そして大根もね、同じですね。大根はね、結構ね、やっぱりコブみたいな感じにはなっちゃうんですけれども、育てられる時期は実はね、三太郎大根とか品種によっては今からでも種をまいて育てることができます。ただこれもトンネルをね作ってあげて、暖かく環境をねして育ててあげることによって、春先にですね、立派な美味しいね、大根ですね、収穫できるようになります。もちろんね、今の時期もね、すごいね甘くて美味しい大根になりますので、はい、皆さんね、ちょっとね挑戦したい、見たいよって方は、里芋じゃない跡地で育てていくといいかなってね思います。はい、ここであとはですね、里芋ですね、の残砂、今ねこれから収穫しようかなってね思っていますけれども、この、里芋ですね、残砂をね、米ぬかとかですね、カルス NCR とか、そういう発酵資材系ですね、それを入れて土をですね上にね乗せておくんですね。つまりこの、里芋の残砂を乗せて、米ぬかを撒いて、カルス NCR を撒いて、そして土を上から乗せていく。そうしてあげることによって、しっかりね分解がねしやすくなります。そうするとすごいねふかふかないい状態になりますので、とてもねおすすめになります。はい、そしてこちら今ね米ぬかを撒いています。これはねちょっとねごめんなさい、里芋ではないんですけれども、さつまいもの残砂をねちょっとねある一角でちょっとねカルスとか米ぬかを入れて、育てていこうかなってね、土作りをしていこうかなってね思っています。こんな感じのねカルス、粉状なものなんですね。これをしっかりとパラパラパラっとかけて、そして、しっかりと土で、埋めてあげていくといいです。これ完全に埋めていかないと、外にね出ている部分ですね、その部分は、分解しないってことになってしまいますので、しっかりとね、しっかり土で覆うように、蓋をするようなイメージでやってあげると良かったりします。あとは霜がね降ってきますと、里芋が腐りやすくなってしまいますので、霜が降る前にですね、なるべく早めに収穫をですねちょっとねしてやっていくと良かったりします。で、保存方法としてはビニール袋とかにですね、もみ殻とかね入れて、土がついたままですねすぐに食べない場合は、土のついたまま里芋をねバラバラにしないで入れます。そしてまたもみ殻を入れまして、袋をちょっと軽く結んで、それをですね、段ボールの中に入れとくんですね。そうしていくことによって、結構ね長く、来年の春までですね結構長くね保存ができます。はい、そんな風にねして保存もできますので、皆さんもねなかなかたくさん取れてもうね食べないでちょっとずつ食べるよっていう場合は、そんな感じで保存してやっていくっていうのも良かったりします。はい、あとはですね、もうちょっと細かく言いますと、段ボールあるじゃないですか。そして段ボールの下に、新聞紙を引いて、そして、もみ殻を入れます。そして、このねビニール袋の中にそのまま土のついたまま里芋を入れて、そこのね段ボールに入れます。そしてその上からまたもみ殻を入れて、新聞紙を乗せて段ボールの蓋を閉めて保管する。そっちの方が、そうですね、里芋がもみ殻によって、ついちゃってなかなか
取るときにね、もみ殻が散らかっちゃうよっていうねこともあったりしますので、そういった、保存方法の方が結構ね、綺麗に保存ができたりとかしますので、そういったところでねやっていくといいかなってね思います。はい、あとはですね、畑で、もしねそういう家でね置く場所ないよっていう方もねいらっしゃるかなと思います。そういった方はなるべくちょっとね穴をですね掘りまして、そこにまたやっぱりもみ殻を入れて、そして、こういうね、里芋ですね、土のついたまま置いて、そしてまたもみ殻を入れて、そして土をかぶせます。そしてあとは上から黒マルチとか、ね、そういうビニールをですね軽く乗せてあげることによって、それでもね保存がですね効きやすくなります。意外に土の中は寒くなっても暖かかったりもしますので、そういう環境でやるといいです。ただね、注意しないといけないのはやっぱりビニール黒マルチをね上から引いてあげることによって、雨ですね、冬の間降った時に結構水浸しに、ね、なっちゃうことがあるんですね。そういう黒マルチかけないと、そうしてしまいますと、かけないと水浸しになって腐っちゃうってこともありますので、そういった場合はね、やっぱり黒マルチとか、もしくは透明なね、袋とかですね、そういったものをかけながら対策をしてあげるといいです。場合によっては、肥料の空き袋ですね、そういうのをね、利用して、ちょっとしか保存しないよって方はですね、そういうのを利用して栽培ですね、保存してあげるのも一ついいのかなってね、思います。はい。はい、そしてこちらはですね、里芋になるんですけれども、これこのまま保存がねできます。収穫してちょっとね穴を掘りまして、そこに、不織布ですねを引いて、ビニール黒マルチをね引いていきます。まあ不織布やらなくてもいいんですけれども、寒い地域とかだとちょっとね凍ってしまう危険性もありますので、不織布をね一回かませてあげると結構ね、新鮮な状態で保存が、しやすいかなと思います。不織布をした後はこのように黒マルチをですね使いまして、それでずら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 っとですね、ねマルチを上げていきます。今回僕ね、これ去年やったんですけれども、しっかりとですね、たくさん収穫できましたので、1列分ですね、結構ね、たくさんの里芋をですね、保存することができました。そして食べるごとにね、ちょっとずつ取りまして、いただいてね、いくことができました。もちろんね、これ春先になりましたら、種芋としても、ね、使うことができますので、種芋としてもね、使いまして、今年もね、大豊作だったということで、たくさんのね、里芋を収穫をしていただくことができました。なので一回里芋の種を購入してしまえば、どんどんね使い回して、冬ですね、一年中ね里芋をですね、育てられるっていうような、そんなイメージでできますので、皆さんもねよければ参考にしてみてください。そしてあとはですね、こんな感じで段ボールにですね、新聞紙とか入れて、もみ殻とか入れて、そして袋をね閉じて、保存しているところにはなるんですけれども、そんな感じでこんな感じでねやってあげるっていうのも一つね方法だったりもします。これだったら家に持ち帰っても大丈夫ですので、はい、家でねやっていきたいよって方はそんな感じでね、挑戦してみるのもいいかなってね思います。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じで里芋ですね、はい、ね育てられる野菜、育てられない野菜、そして里芋の保存方法ですね、そして土作りですねとかにねついてご説明しました。皆さんもねこれから、ね里芋収穫していくよとかね、里芋ちょっと残渣残っているけど残渣処理困ってるよって方は、よければね参考にしてみてください。そしてまたね新たな野菜を育てていくよって方もですね、はい、参考になるかなってね思います。じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。